今回はこのようなことを考えている人向けの動画です。どうも、モバイルイコカユーザーのピカシです。今回はモバイルイコカについての動画です。モバイルイコカはスマホでイコカが使えるサービスです。2023年3月にAndroid 版がリリースされました。このモバイルイコカのね、すごく便利なところというのが、イコカカードがなくてもスマホがあればですね、イコカのサービスを受けることができるんですよね。まあ、このチャンネルでもですね、過去にモバイルスイカについての動画上げました。その動画結構このチャンネルではですね、再生数も多い、人気の動画となってるんですけども、今回はそのイコカ版ということですね。モバイルイコカについて、始め方や、チャージの手順とかお得な使い方などについて解説をしていきます。内容としてはこんな感じです。はい、でまずですね、モバイルイコカの対応機種について話していきます。対応機種はですね、Android です。これは2023年3月時点の話で、これから iPhone 版も出るかもしれないという話ですね。でまたですね、モバイルイコカ利用の際は、お財布携帯アプリで Google アカウントの設定が必要です。でなので、お財布携帯アプリに対応していないと、モバイルイコカは現時点では使えません。こちらの条件を満たしていればですね、モバイルイコカ利用が可能となっております。Android、バージョンは10以降。お財布携帯アプリ対応。Android のバージョンはですね、設定のデバイス情報から確認ができます。はい、では続いてモバイルイコカのメリットを話していきます。先ほど言った条件をクリアしているなら、モバイルイコカ、ぜひ使ってみることをお勧めします。でモバイルイコカのメリット、このようになっています。スマホさえあれば、どこでもチャージができる。全国の鉄道バスで使える。お買い物でタッチ決済が可能。定期券もスマホさえあればどこでも買える。ウエスターポイントが貯まる、使える。節約になるというところですね。はい、電車を乗る人はもちろんですね、お買い物でポイントを貯めたい人もおすすめ、そんなサービスというかアプリというかというものになっています。はい、ではですね、モバイルイコカの登録方法について話していきます。まずですね、事前に準備するもの、することは、こちらの通りです。Android 対応スマホ、お財布携帯アプリのインストール、ウエスター会員の登録、モバイルイコカのインストール、それぞれね、解説していきます。この動画を見てるあなたもですね、スマホを手に取って、その場でね、もうイコカ発行することができるので、ぜひね、やってみてください。はい、まずですね、お財布携帯アプリの準備ですね。お財布携帯アプリとは、モバイルスイカやモバイルイコカ等の IC カードを Android 端末で制御するフェリカネットワークスの提供のアプリです。まずですね、スマホの中にアプリがあるか確認しましょう。なければ Google Play からインストールをしましょう。で、お財布携帯アプリが用意できたらアプリをタップします。すると、こちらの画面になります。で、次へをタップします。で、利用規約を確認し、チェックボックスをタップし、次へをタップします。で、初期設定完了の画面が出ます。で、モバイルイコカを利用するには、Google アカウントでのログインが必要です。で、次へをタップします。で、Google でログインをタップをします。で、お財布携帯アプリがアクセスできる情報を選択します。で、アプリを起動せずとも、手持ちの IC カードの残高を読み取る機能をオンにできます。次へをタップします。何かね、お得な情報を受け取りたい場合は、チェックをして次へをタップします。で、お財布携帯の画面になります。で、これでお財布携帯アプリの準備は OK です。はい、続いて、ウェスター会員の登録していきましょう。もうしてる方はですね、ここは飛ばしていただいて結構です。はい、ウェスター会員の登録は、無料です。で、パソコン版、スマートフォン版のページがありますので、それぞれね、概要欄もしくはコメント欄にね、貼っておきますので、そこからね、登録していただけたらと思います。で、メールアドレスを入力し、届いたメールに記載された URL から画面に沿って、登録作業を進めてください。はい、で次にモバイルイコカをインストールします。 Google Play を開き、モバイルイコカを検索します。でモバイルイコカが出てくるので、インストールをタップします。で開くをタップします。でお財布携帯利用案内の画面になります。で次へをタップします。で初めてイコカアプリを利用する方は、新しいイコカ定期券を作るをタップします。でイコカアプリでできることが表示されます。で次へをタップします。でログインをタップします。で同意して続行をタップします。でウエスター ID とパスワードを入力し、ログインをタップします。で規約を確認します。問題なければ、上記規約に同意するにチェックを入れ、同意して次に進むをタップします。
で、イコカに名前を付ける場合は名前を入力します。イコカの名前には、例えば仕事用のイコカや買い物用のイコカなどのように付けてもいいと思います。で、イコカの名前は後で変更もできるので、とりあえず空白で設定を進めることもできます。はい、で続いて、イコカの種類を選択します。イコカ定期券なし、イコカ通勤定期券あり、イコカ通学定期あり。はい、まあ、この3種類があります。通勤や通学でも使用したい場合は、イコカ通勤定期券あり、もしくは、イコカ通学定期券ありを選びましょう。特にね、通勤通学で使う予定がなければ、イコカ定期券なしを発行を選びましょう。まあ、今回は、こちらで選択しておきます。で、新規クレジットカードを登録するをタップし、クレジットカードを登録します。で、クレジットカードのカード番号、有効期限、セキュリティコードを入力します。で、セキュリティコードはカードの裏面に記載されています。入力できたら次へ、NEXT をタップします。モバイルイコカを発行するにはチャージが必要です。で、チャージ金額にチャージしたい金額を入力します。1000円以上、2万円以下、1円単位でチャージが可能です。で、チャージをタップすると、チャージ確認画面に切り替わります。で、発行するをタップします。で、チャージがされ、会員登録が完了しました。で、モバイルイコカのチャージ手順説明します。まず、モバイルイコカアプリを起動します。で、スマホの中にこのアイコンがあるはずなので、タップします。で、ウエスター ID、パスワードを入力すると、こちらの画面になります。で、この画面のチャージをタップし、先ほどと同じ要領で、チャージができます。で、続いて、お財布携帯アプリで、モバイルイコカをメインカードに設定しておくこともできます。で、メインカードっていうのは、まあ、交通系 IC カードをお財布携帯アプリに設定している場合に、イコカアプリを起動せずに、駅の改札機や店舗のリーダーにかざすだけで利用できる機能です。便利なのでね、ぜひ設定しておくことをお勧めします。では、メインカードの設定手順を具体的にお伝えします。まず、モバイルイコカアプリを起動します。で、この手順で設定をしていきます。イコカ一覧画面の左上の歯車マークをタップ。優先カード設定をタップ。現在設定されているメインカードにはメインカードと表示されています。で、メインカードにしたいイコカを画面上に表示させてメインカードにするをタップ。このようにですね、イコカの左上にチェックマークがついていれば OK。メインカードに設定されていると。ということになります。今話したのはですね、モバイルイコカからの設定ですけど、お財布携帯アプリからもメインカードの設定は可能です。簡単に手順だけ載せておきます。こちらです。最後にですね、モバイルイコカのお得な使い方についてね、説明しておきます。イコカはですね、チャージ、定期券購入、お買い物、乗車でポイントが貯まります。まず、チャージ、定期券購入ですね。J ウエストカードをモバイルイコカに登録することで、ウエスターポイントがどんどん貯めることができます。で、クレジットカードを J ウエストカードに設定して、J ウエストカードでチャージすれば、ウエスターポイントも貯まる。はい。で、次はお買い物ですね。ウエスターポイントが貯まるイコカ加盟店でイコカを使うと、200円で1ポイント貯まります。で、モバイルイコカはご利用条件に応じて、ウエスターポイント、基本、ウエスターポイントチャージ専用のどちらかが貯まるということになっています。で、乗車ですね。列車のご利用で貯まるポイントは2種類。まず1つ目が時間帯指定ポイント。2つ目が利用回数ポイント。はい。まあ、それぞれね、結構な割合でですね、ポイントが貯まるということになっているので、これはね、電車乗ったら絶対使いたいところですね。はい、ということで今回はですね、モバイルイコカの登録方法と始め方、チャージ手順について解説をしました。普段ですね、電車を使っている人は乗っているだけでも、ポイントが貯まるので、イコカはね、非常にお得だと思います。まあ、スマホさえあればですね、もうその場でモバイルイコカを設定できるので、まあ、対応機種の人はですね、まあ、ぜひね、やってみてください。というか今回は以上です。少しでも参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。